はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。1クラス1回限り使えるロマサガ2シーズンファイナルの、今回は帝国軽装歩兵男のハーバート皇帝でやっていきたいと思います。前回はね、フリーイメージ女性と、あとは帝国軽装歩兵の女性と帝国両兵の男の3人でね、もうめちゃくちゃ省エネ工程で、やってきたので、今回はねちゃんと5人入れてやっていきたいと思います。で、入れてるのが帝国中層歩兵と、シティシーフ女、格闘家の男、フリーイメージの男という感じになってます。で、やっぱりね、土のねストーンシャワーがめっちゃ強いんで、今回フリーイメージの男を入れてます。まあ、かなりね、火力も高いんで、これでサクサクサクっと進んでいけると思います。じゃあ今回最初にやることは、カンバーランド滅亡してしまったので立て直しをしますか。あ、ひらがのところにも向かおう。こいつ腕力あるから大丈夫だよね。人力風起こし、まあ、近場山のイベントでワグナスはちょっと進めていきたいんですけど、まあ、一応手に入れられるんで手に入れましょう。頭を打った。別の使い道はありそうだな。これはもらっておこう。勝手に没収するからね。まあ、それが皇帝の権力というもの。ダグラスへ行きましょう。カンバーランドはもうめちゃくちゃ治安が悪いんで、こいつらが、まあ、めんどくさいといえばめんどくさい。教訓を与える。キラーマシン3体か。まあ俺の敵ではないな。ストーンシャワーがどんくらい早く入るかだよね。普通の攻撃的には、まあクロスクレイムは強い。ストーンシャワー1400、マジでこれ強えわ。で、ちょっと情報収集しましょう。外には人がいないんで。ネラック城には亡霊がいる。モンスターさえ近づかない。ところで何にいたします。いらない。フォーファーの学校に行ってごらんなさい。町に入ってすぐの建物では。フォーファーへ。こいつうぜ。金ね、1000円取られるんで、それなりに取られるんですよね。皇帝もね、ストーンシャワーが結構強いから、まあ、術師じゃないんで、やっぱりフリーイメージほどは当たんないんだけど、それでもまあ600くらいは当たるから。でも結局これで一掃しちゃうんだよね。で、学校の暖炉の中、兵士話せない。ホーリーオーダーは金も物も人も不足しています。ホーリーオーダーのリーダーは代々ソフィアと名乗っている。あなたは皇帝。長い間この日が来るのを待っていた。カンバーランドを救いにいらっしゃるの。すまんな、待たせた。ホーリーオーダー一体誰と戦っている。サイフリート。ハロルド王がサイフリートに暗殺された。ゲオルグとトーマ、サイフリートの計略で不幸な死を遂げた。ソフィアだけが生き延びてレジスタンスを組織した。ゲオルグの魂は悪霊となってネラック城にとどまっている。トーマはサイフリートによってダグラスに監禁されていたが、その後どうなったのか知らない。南の長女がモンスターを防いでいたけども、トンネルを掘って侵入してきましたと。で、トンネル塞ぐのをやんなきゃいけないのか結局。まあ行こう。じゃあちょっとネラック城に寄ろう。ここはね、もう亡霊がはびこってるんで話してみよう。城と国とゲオルグ様を守る癖者め。亡霊兵士どっくらい強かったっけ。パンチとか亡霊に効くの聞いた。215。何、それなりに強いじゃないか。防御力が高い。しかしストーンシャワーの前ではなすすべもない。で、ゲオルグも亡霊になってます。トーマどこにいる。話がしたい。サイフリーとか許さん。ゲオルグ、あれ1対1なの。切り落としにしよう。スタンスせよ。何、早い。64。そこそこ倒した。で、いなくなるんだけど亡霊なんでまた復活します。
まあ、別に倒しても大丈夫、何度でも復活するから。じゃあパパッとボスを倒して穴を塞いじゃいましょう。デューンウォン、タームソルジャー、両方見たことある。上のやつなんて何人勝ったことか。ちょっとスネークショット使っとこう。4フット173、それなりに食らうな。皇帝のストーンシャワー700、フリーメイジンのストーンシャワー倍近く違うからね、1800とか倍以上違う。敵ではない。トーマ様の魂は亡骸とともにダグラスの地下に封じ込められている。魂が解放されればゲオルグ様の霊も話をしてくれる。レジスタンスがサイフリートの手下を引きつけておく。宮殿に忍び込んで魂を解放してください。一撃を一人しか行かねえ、誰もついてってないんだけど大丈夫か。トーマ様は部屋を抜け出して森の中で遊ぶのが好きだったようです。森の中から宮殿に忍び込めるかも。金も物も人も不足してる。こいつはいつも悩まされてるな。よし、警備が手薄だ。寝よう。で、まあ森のね、小窓から侵入するのもいいんだけど、ここは強行突破していこう。今の実力ならいけるはずだ。ちょっとスタンさせていこう。ストーンシャワーでしょ。千切りが強いよね、多分。こいつなんもねえな。コークスクリューしかない。で、幻惑剣。一応スタンが2人。げ、早い、スプリガン。190。まあまあだな。うん、スタンは取れるね。先手を打てるかどうかが重要。てか、ほんとストーンシャワー強い。で、千切りがいくつだろう。1200か。まあ、1000超えてくれるとね、だいぶいいんだけど、ちょっと強行しようかな。あとはパンチ系か、強いのを覚えてくれればいいんだけど。何、スタンしない。これでスタンしろ。しない。来た、グランドスラム。まずいぞ。これで肩がつくか。千切りつかない。ぐわー、やられた。ただあと一旦押し切る、いけるはずだ。スプリガン切り落とせ。正義に行け。よし、強かった。さすがに強かったな。トーマの魂、ゲオルグ兄さん、ソフィア姉さん、父上。こいつはここで死んだのかな。そしてなぜか解放された。よくわかんない。そんなに影響力があるのか、トーマの魂は。ただ城には誰もいない。街平和になってんだけど。こいつら何も喋んねえな。ホーファーにも港があるよ。これで今後も安心です。なぜだ、理由がわからん。ソフィアいねえし。まだ学校にいんのか。いた、なぜ隠れてる。いまだに金も物も不足してんだな。え、サイフリートのアジトはゲオルグ様の魂が知っている。トーマ様の魂が解放されたようならゲオルグ様の霊も話をしてくれるでしょう。トーマがいる。やっとトーマと話し合うことができた。さよなら。サイフリートは北の岬にいる。こいつらは何も反応しなくなってる。あとやることは一緒、サイフリートの砦に乗り込みましょう。サイフリート、こいつこんなところで何してんだ。別に船で逃げようとしているわけでもなく。皇帝、貴様がなぜここに。お前の野心のために無念にも死んでいった人々の魂が私をここに導いた。臭いセリフを吐きよってって、ね、確かに。ストーンシャワーの連発で行こう。まずは周りを片したいから攻撃。プリズムライト、これ混乱するんだっけ。なんだっけ、混乱した。でもストーンシャワー組が元気だから大丈夫。今日強すぎるマジで。陛下ありがとうございました。ようやく私たちの戦いも終わりました。カンバーランド再建という新たな戦いが待っている。帝国の保護と援助がなければ立ち直れないでしょう。それでは支配者がサイフリートから帝国に変わっただけだとみんな感じるのではないか。
それは帝国次第。やってみましょう。陛下、ホーリーオーダーも帝国の戦いのお手伝いをさせていただく。そのまま去っていくんだ。こうしてカンバーランドは帝国の勢力下に入った。よし、なんかだいぶ埋まってんな。あれ、インペリアルガードっていつ手に入るんだっけ。まあいいや、情報集めよう。大学が完成した。それだけか。僕を倒すのもいいけど、ちょっと月島行くか。月島のコムルン島も制圧しちゃいましょう。軽い鎧か、80万円。出そう。石舟持ってなかったわ。持ってこう。でこれ落とし穴がジャンプできないから、それはさすがにめんどくさい。一回捨てよう。石舟どこだ。捨てる。でアマゾネスの村は特にもう人がいないんで、ロックブーケ倒したから。じゃあ石舟を置きましょう。で魔導士から協力をしてアイスシードを手に入れる。コムルン火山で、コムルン火山はなるべく敵を制圧しながら進んでいきます。あの金がないのと、ここのイベント終わったら多分年代ジャンプが起きるんで、その前に少しでも稼いでおきたいというのが狙いです。じゃあさっさと固めて帰りましょう。帰りもモンスターを駆逐しながら帰っています。月島の村長に伝えに戻ろう。言ってくれんじゃん。マシンガンジャブ覚えた。ちょっと月島制圧する前にできることをやっておこう。まずは大学に入学する。入学をしないと軍師が出てこないんで、ちょっと入学イベントだけ先にやっちゃいましょう。あ、クイズはね前回の通りなんで。よし、わかった。まあ一応試験全部見ていきますか。 A772、オレオン式、ロックブーケ、チーク、ソウルスティール、これ一番なんだよね。学んだ分子分解、これなんだっけ、未だに分かんない。なんかがあれなんだよな、モンスターの種類が違うみたいなんだよね。ウォッチマン、ボクオン、これが分かんない。これくらい。違った、もう人が増えてる。一瞬にして集まったな。じゃあ話すだけ話しておくか。資源で大学で資源が出てくると光の合成術の研究ができるようになるんで、ちょっとそれも見ていきましょう。金がないんだけどね。ただ天と水、空気中の水分を凍らせて敵全体、これ多分ダイヤモンドダストだよね。言うてもさ、ストーンシャワーがあればなんとかなるからね。不要成功的なやつか。素早さアップ、まあ悪くはないんだけど、金に目合ったものではないよね正直。ギャラクシーはまだないか、さすがに。大して使ってないから土ばっか使ってるからね。ブリガンディ回収して、コテ120万、いくらあんの。多分ギッピギリだよね。120万のコテか。鎧を作りたい気もするけど、ちょっと一回見送って金を確認しよう。132万とか。120万開発して終わりだな。あれ、足がまだ80万だ。ちょっと待って、重い鎧は作ったはず。80万で、さっきなんだっけ、あ、軽い鎧か。軽い鎧の80万作って、コテは次120万だったでしょ。だからあと足と頭作りたいんだ。頭も作っちゃおう。80万80万160万、いける。あと30万くらいなんとかなる。不動化の縛り、チャンピオンとか確かに強そうだし、
死んだ。しかしこのストーンシャワーの前では貴様も刀しよう。ゴブリンの巣の宝箱取ってなかったや。エルダー棒、こっちは金か。10万、まあまあまあ足しにはなる。で足を回収して、あと頭を作りたい。戦闘服はもうすでに持ってるからいらない。で頭作って、でグリーンヘルムを回収と。これで多分全身鎧が次1ランクアップするかな。さてこれで築島制圧完了。年代ジャンプするっしょ、さすがに。だいぶ制圧してんな。119年後。で誰、あーアガタちゃんがいる。ホーリーウォール一応覚えておこうかな。皇帝結構やっぱね、術が強い方が使いやすいんだよね今のところ。結局帝国継承歩兵もさ、ずっと術使ってきたからね。じゃあまたアガタちゃん、いや待って、メリテこいつやっておくか。魔力17しかない。アガタもう素で22あるからな、強いな。魔力14、まあまあまあ。でもやっぱり魔法系か、器用さと素早さが高い。でも素早さ高いとホーリーオーダー素早さ12しかないんじゃん。素早さを生かして土の魔法覚えてないけど、まあいいや。素早さを生かしてストーンシャワーを打つか。よし、それでいこう。今回ネレイドを使っていきます。ただネレイドも別に陣形覚えられるわけじゃないんだけど、まあ陣形はね、ラピッドストリームと、まあアマゾンストライクさえあれば、まあ、ムーンフェイスを使うかって言われたら、まあ使い道はあるかもしれないけど、まあこの3つがあればなんとかなるっしょっていう感じなんで、インペリアルガードだけ作って終わりにするか。30万で作れるしね。43万円また金が厳しいな。というところで、じゃあちょっとハーパートどれくらいで終わるかよくわかんないけど、とりあえず台が変わったので今回はここで終了して、次回はネレードですね、メリテ皇帝で行こうと思います。ちょっと術だけ見よう。あるわ、ストーンシャワー。高い素早さを生かしてストーンシャワーで先制していく。あとそうだね、光もやっぱりでもレベルを上げたいからな。まあ術メインでやっていきます。というところで編成はまた次回考えてから始めていきます。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。